堺市役所の高層階の玄関前になります。で玄関前の、 あの窓のところにもミシャの絵が投影されています。ここの絵はね、結構あの時間ごとで、時間ごと、秒単位ぐらいで絵がたくさん変わっています。中のロビーでもミシャの絵が投影されているみたいなので、早速中の方に行ってみたいと思います。ここは堺市役所の高層階の玄関入ってすぐ左手のところにあります。私のすぐ後ろ、そのまま映ってましたね。期間がちょっと短いんですけども、1日から12月25日までミシャの絵がここに少し飾られています。で早速ちょっと奥の方に入ってみたいと思います。ここにはミシャの絵が5枚並べられています。で、センサーがついてるんですけども、立つ位置によってね、あそこにスクリーンに映し出される絵が変わります。前のところの絵が上のスクリーンに現れました。ここにセンサーがついているので、これに反応するようにちょっと動いてみてください。そしたらすぐ絵が変わると思います。ここには前に並べられている絵の作品の紹介が載っています。いつ書かれたとか、そのポスターのタイトルですねがそれぞれ載っています。でこのミシャさんは、女優サラ・ベルナールの絵を描いてから有名になったんですけども、この上部スクリーンに絵が映されることをインタラクションというらしいです。これも25日までやってますので、堺東に来た時にはぜひ立ち寄ってみてください。